まあ競馬冷戦後の時間です。今日の解説はスポーツニッポンの桑原功記者です。新興竹の上でお届けしてまいります。桑原さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。新春の競馬スタートしてもう早くも半ばまで。そうでしたね。ねあっという間ですけどね。あっという間ですよ。はい、あのどうですか。今年開けてからの桑原さんの予想というのは。うん 本当正直言うと、本当に調子悪いんですよ、<laughs> いつ調子いい時があってんというふうな声が聞こえてきそうですが、そういう時あったんですよ、当然ね。ちょこっとだけいつもあるん,だああるんですね、<はい S 1> それが全く今のところない全くないんです。よねそういういわけに いかないですよ。この後ちゃんとで、ねはい、立て直していただきたいと思います。はい、あの川原騎手が四勝、吉村騎手四勝という火曜日の競馬でした。はい、絶好調の人がいるわけですからね。そうですね。ちょっとあやかりたいですね。えー、そういうことですよね。はい、で、今週四日間の競馬ということになりましす。金曜日まで開催いたします。はいえー、木曜日が重賞です。そのだクイーンセレクションが行われます。ちょっとこの後時間ありますの、ね、でまた川原さんのその話ちらっとしていただきたいと思います。桑原さんの解説です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは。 今日のラインナップ全部で12レースを行われますメインの11レースオープン場の一戦そして10レース JRA との交流競争の予想を展望してまいりましょうまずは今日のメインレース第11レース武徳杯オープン場の一戦1 4 0 0 m 急騰立て、まあ、なかなかの スブゾロイと言っていいんじゃないですか。そうですね。うん、まあ本当にこの後のねウィンターカップへの前哨戦はい、はい、という位置づけでもいいのかなと思ってますけどね。そうですね。はい、夏に行われますソロダウィンターカップ、えー、ここへ向けてまあ当然注目していきたいまあ参考レースになるかと思いますのでね,でね、はい、ご注目いただきたいと思います。えー、さてその中で印えどうなったのかご覧ください。はい八番ナチュラリー。 この馬が A2 を勝った後と、準勝、はい、そしてオープン特別いずれも惜しい2着だったんですよね。はい、まあ、でも今、本当に、ね、調子上げてますよね、以前と比べて本当に力をつけましたからね,そうですね。完全に路線も短距離路線という,う、ね、形にシフトしましたよね。 本命ですがメンバー構成考えてもここは CV にちょっと、ね、あの集中力に、ね、あのくシーンもあるんですか、ねはい、もっと真面目にさえ走れば、ねはい、このメンバーでも最有力だと思うんですけどね。うんうん、はい まあ状態自体も、ね、あの休み明けの前走を使って、ね、確実に上向いてますからねうん、うん、ここは本当何とかしてもらいたいところですけどねどうですかベルサリエーレが逃げてそれを2番手で追う形という前走はそのような形でしたね、はい、であと一歩一旦抜け出したと思ったんですが差し返しもあ、ね、り、ね、ましたよね。 変がねやっぱりこの馬のちょっと悪い癖というかねそういうところがあるんでねうん、うん、抜け出すタイミングは前回の借り、まあ、を返したいというナチでます、ね、そうです、ねはい、それから対抗2番ビッグリバティ、まあ、この馬もあのなかなか届かなかったレース一、まあ、つ勝って前走でもやっぱり悪い内容ではなかったと思うんですよねあこの馬、ね、も確実にしまいは寄ってくるんでねうん、うん、あとはもう前の流れがどうなるかだけですからね。はいはい このままおそらく崩れることはないでしょう前走でもその前にいた2頭が粘る展開で展開的には本当に不利な立場にいましたからねねよ、はい、よく言てますよ、ねはい、差し切りというところは考えてもいいんですかそうですすかそうねナチュラリーがその抜け出す瞬間に、ね、ちょっと遊ぶようなところがあるのでそこを一気にやられるというシーンは十分あるるでしょうねねなるほどそれから3番手、ベルサリエールやはり、ね、前あのナチュラリー実際に逃げ切ったわけですから。 また、この馬の連勝というところも考えておいていいんでしょうか。はい、そうですね。もうこの前、今、本当に今充実してますものね。ああでねはい。まあ、今のこの走りならね、うん、まあ、本当この馬も、そうそ崩れることはないのかなって気がしますけどね。ああそうそうはい。はい、松本康介騎手とのコンビもいたり、ついてきましたからね。そうですねはい。注目してください。5番のタガノギャラクシー、こちら、重賞勝ち馬。 四番手評価ですか。はい。まああの大型馬だけにね、まあ一打打きした効果は大きいでしょうからね。うんえー、まあただね、やっぱりその大根の活躍を望むのはちょっと酷なのかなと思うんですけど。はい、はい、はい。まあそれでも県内の一頭は一頭ですけどね。はい。ずれることはないかなという,そう、ね、印象ですかね。あと一番旗の奇跡、七番ドリームコンサート、これらもね、短距離ではこうなような活躍を見せている各馬ですが。はい、そうですね。うん、旗の奇跡もね、うちでいかにね、ロスなく足を貯めて直線で さばければっていうとこですけどね。うんはい、はい。うん、まあ、もう一度ドリームコンサートね、ちょっとね、馬体が増え続けてるんでね。なか,なかねしがい切れないんですよね、はい。時期的なものもあると思うんですけどね。はい、上角馬、マークスマンもね、あのー、どんな距離でも対応するす、ね。そうですね。はい、また立て直ししてもらいたいところです。はい、えー、さて、それでは、印、えー、と、買い目ですね。あ、八番のナチュラリーのマーレン。 まあ、まあ、単ではないですね。そうですね。はい、はい。負ける可能性もあると。はい。とりあえず当てとかないといけないっていうのがあったね。<laughs> ちょっとねもうそうですか。はい。えー、ゼフ町のそうですね、えー。小花さんマレでおき、はいえー、に行きました。はい。はい。じゃあ次行きま場所ジウレースの展望です。えー、こちらは JR エイトの交流競争八分山特別三歳の JR エイトミショリバが遠征してくるレース。ここは十頭立て JR エイから六頭遠征です。で印をご覧いただきます。 あ、本命対抗地元バーですか。そうですね。うん、本当このレースはちょっと難解な一戦だと思うんですよね。<ー>もう本当力関係がちょっとわからないんでね。確かにね。はい。難しいです。あのー、この山歳未勝利戦が遠征してくるジェイ高柳というのは、はい、やっぱり ＪＲ レーゼ非常に強い。 ケース多いんですが、すねはい、この時期はねやっぱりね、あの地元馬、活躍するケース、よよく見られますよねそうなんですよね、うん、そういう見合いも含めてね、ちょっとこういう印になりましたけしね。あのキャリアが豊富なのが地元場、はい、で一方、キャリアが浅いのが JRA 勢という組織に今回もなりました、2>, でねはい、で2番、フッケバインを本命にされたんですね。はい まあ前走が、ねまあ、時計はともかくとして、ね、いい走りをしてましたからね能力的にいいものを持ってそうですからね、はい、まあこの条件でもまだやれてもいいのかなという気は JRA 時代の成績というところを見るとそんなに差がない,いうそうなんですよねはいできるわけですね。はいはい 1>, はい、番1番、レコパンハロウィーン、こちら、北海道出身で移籍後、も4戦目となります、はいまあ、どうしても、ね、前が速くなりがちなレースですからね、こういう姉妹の足しっかりしてるは、ね、いつ突き抜けてもおかしくないですからね。はい はい、地元馬ワンツー十分ありとしですね。四、ねはい、番え三番手に四番コスモヘキサグラムですか。はい。うん、まあこちらねまあデビュー戦六着とねやっぱり検討したんでねまあ素直にその数字だけを見てね信頼していいのかなって気はしましたね。はい。あとは七番のフォルツェエフですか。これが四あそれ先に十番のエピですね。はい。うん、まあこちらもねデビュー戦で差のない競馬してますからね。うん、はい。うんうん、まあ。 あの同じことが、ね、フォルツアイフも言えますからね、うんまあ叩いての、一、まあ、回経験することで、ね、やっぱり実戦で変わることもありますからね、うん、ね感覚は空いてますけど。うん、はい はいというところその後の評価、あとは3番エムティストロフィーこちら地元場です、はいまあ、どうな期待持ちましょう,そうです、ねまあ、こちらねちょっと間隔は空いてますが、うん、まあ乗り込みはしっかりしてるということなんでねこの条件なら、まあ、3着ぐらいなら別にあっても不思議ではないのかなって気がしますけど、ね、いや確かに、ね、力関係把握するのも難しいんですよねこういった印になりました。はい えー、地元はワン、ツーも十分考えられるんじゃないかなという桑原さんの見解となりました、はいえー、では、解明をご覧いただきましょうマッタンの,あのフォーメーションといいですかそして、ねはい、2番、1番どちらかが勝って2着は印の入った各馬、はい、これで10点10倍はつくでしょうつくと思い,思いますけどね2番か1番が勝てば、まあ、当たるんじゃないかなそうですね狙いですね。すねはい、はい でも絶不調ですからね。はい、だからこういう狙いになるんでしょうけどね。<laughs> あなるほど、ちょっと網を広げとかったか、ね、な,なというふうな思いになるわけですね。わ、はい、かりました。えー、まあ、秩父、瀬山、特別、ちょっとこれはね、本当力関係の把握というのは、非常に難しい一戦になるかと思います。お楽しみください。<laughs> えー、ということで、今日も二つのレース展望してまいりました。で、クイーンセレクション。ええー、桑名さんの注目馬はどの馬なんですか。もう本命はショコラパフェですね。島原市。はい。うん。 まあ相手にね、まあ、峰おらちゃんとあんなラベリテ、その辺をちょっと買ってみたいなって気がします。はいはい、なるほどね。はい、あの、立からの遠征馬が来ます。笠松ま勢ですが、はい、どう見ましょう。自分はちょっとね、あの、軽視しましたね。あ,あ、そうですか。はい、正直、ちょっと実績的にちょっと物足りないなって気がしてるんでね。昨年がね、あの、兵庫勢、品馬限定戦、ほとんど立地区にやられましたからね。そうなんですよね。やっぱり、ね、地元を頑張ってもらいたいところですもんね。はいそうです はい、ご期待ください今週木曜日に園田クインセレクション3歳品馬の重賞レースが行われます合わ、えー、せて予想もしていただきました今日は日、えー、スポーツニッポンの桑原勲記者でお届けしました小原さんありがとうございましたありがとうございましたはい。この後のご覧の日程でレースが行われる園田競馬今週は金曜日まで来週は開業すぎ木曜の日程ですお楽しみください